皆様こんばんは。鉄道考察系チャンネルのゆうぴーです。今回は台湾新幹線の新型車両の仕様について公式情報をもとに予想していきます。現在台湾新幹線では 700T 型という700系をベースとした新幹線が走っています。そしてこの 700T 型は今年置き換えられることが発表されました。 700T 型を置き換える新型車両、 700T 型の置き換え車両に関しては JR 東海、JR 西日本の N700S がベースになるとのことで、製造開始は2026年以降になるとのことです。そしてどのくらい N700S に似た車両になるのかということですが、既存の 700T 型がベースとなった700系にかなり似ていたことを考えると、少し外見に改良が加えられた N700S という形になるのかなと思います。そしておそらく前面の形状も N700S と同じになるのではないでしょうか。まだ詳しいことは分かりませんが、どのような仕様になるのか気になるところですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価がまだお済みでない方はぜひお願いします。